はい、皆さんこんにちは。今回何に関してね言及させていただきたいかというと、海外で周遊する際に気をつけなければならない点、国境を越える際に気をつけなければならない点に関して今回言及させていただきたいと思います。これ何かというと、海外行く時にね、何かっていうと、例えばね国境を越える時にここの国のスタンプがあると入国できないっていうのがあるんです。ここに関してちょっと言及してさせていただきたいと。必ずっていう国でもなかったですないともあるんだけど、まずはじゃあどこかっていうと、旧ソ構成国ソ連ね、ソ連だった国々皆さんよく分かりますよね。でバルト三国もそうだし、いわゆる、ウクライナ、ベラルーシ、モルドバ、ジョージア、アルメニア、アゼルバイジャン、そして超アジアのカザフスタン、キルギス、トルクメニスタン、そういった国々ね、ウズベキスタン、タジキスタンありまして、それらの国々が旧ソ構成国というソ連を構成していた国々です。それがまあ、いわゆるソ連解体と独立、分離独立したわけだけど、その中で仲が悪い国があります。これはどこかというとね、これで問題になるという、スタンプをしてもらうと問題になるという、アゼルバイジャンとアルメニア、これ非常に仲悪いです、昔はね、ここ断交している状態、ナゴルノカラバフということで、いわゆるそのところが領土問題で非常に揉めている、で、ここは断交している状態です。その中で、みんながコーカサスの国々、ジョージアも含めて、アルメニア、アゼルバイジャンも行きたいという人多いと思うんですね。ここで注意していただきたいのが、アルメニアのスタンプがあって、その後アゼルバイジャンに行ってしまうと、アゼルバイジャンのところで入国審査の前なんでアルメニア行ったんだって話になって、それで入国できない事例が多い。これ 100% ではないと思うんだよね。ほぼそういうことが多くても入国させてもらえなかったっていう報告もありますので、これに関して十分注意していかないといけない。だから、両方行きたいのであれば、これはね、逆の事例だったらよか、ね、いいんです。自分自身も逆で行きました。これはアゼルバイジャンに最初に行って、その後にアルメニア、アゼルバイジャンとアルメニアは国交とか陸路で行けないので、一旦ジョージアに戻って、ジョージアからアルメニア行きました。その時もちろんアゼルバイジャンのねスタンプをしてますけど、特にそれでアルメニアのねあれに言われなかったんです。なので、もしアルメニア、アゼルバイジャン行く場合は、アルメニアから、アゼルバイジャンはダメです。アゼルバイジャンからアルメニアという感じですね。そこちょっと覚えておいていただきたいと思います。で、あとは他に何があるかというと、スタンブル問題でということで、コソボがありますね。コソボということで、コソボとセルビア、これもユーゴスラビアを構成していた国々で、セルビア側が、コソボ紛争で、実際もうセルビアが、そのね、ユーゴ解体ともに独立、他の国々がね、紛争も含めて独立していったわけだけど、コソボの独立は認めなかったんです。その中で、今現在もセルビアはコソボの独立を認めてません。ただ事実上の独立国家、これは NATO とかアメリカが入り込んでコソボを助けていてということで、その中でコソボに関しては親 NATO、そして、セルビアに関しては反 NATO みたいになってます。でその中でいろいろと両国行って調査させていただいたら、やっぱりそういった感情があるのは分かったんだけど、その中で、気をつけなきゃならない点、セルビアに行った後にコソボは大丈夫でした。実際自分がセルビアにやったと直にはコソボ入らなかったんでね、あとこれ気をつけていただきたいのは、セルビアから直にコソボ入るっていうのは陸路で行けないルートもないみたいなんだけど、やっぱ揉める可能性が十分高いということなので、そこはやっぱりこれ陸路で直接入るのやめて、苦労も出てないですからね。どういうふうに行くかっていうと、マケドニアから回って、マケドニアからスコピアから3時間ぐらいで、コソボのプリシュティナまで行きますので、そのルートがいいです。なので、もし例えばコソボのスタンプがあって、その後セルビアに入るとね、これまた文句言われて入れないことが多いらしいんです。ね、これ実際入国拒否されたっているんです。で、それとは逆にセルビアのスタンプがあってコソボっていうのは、全然自分も含めて他の人に聞いただけでも問題なかったということなので、順序ですね、あります。あとはイスラエルと他の周辺のアラブの国々ということで、イスラエルのスタンプがあると他の国に入れなくなるのは事実であって、その中で、スタンプに関してはパスポートというのは紙に押してもらってね、紙でかたしてくれるということなので、そうしないといけないです。だからスタンプをここのところ押してもらわないようにして、入国審査員がそれを忘れていて、押すことまで、ちょっと待って、紙にね、紙に押してということで言ってくれない。So please, please stamp the paper って感じで言って、いると、いいかなって感じはします。だからそういうところが注意ということで、イスラエルから、例えば他の国々のスタンプってイスラエルに入る分には、いろいろ聞かれるんだけど、一応入れるんです。これはいろんな人に聞いてね。だけど逆のパターンはダメなので、これは基本的には向こうも配慮してくれて、紙にね、押してくれるということなので、それは特に問題ないかなって感じがします。あともう一点ね、最後ちょっと言わさせていただきたいのは、注意しなければならない点があって、モルドバ共和国に入るときね、ウクライナからキエフから入るときに、ドニエストル共和国ってあります。このドニエストル共和国ってモルドバからね、旧ソ解体同盟分離独立したところで、モルドバが認めてません。ただ事実上の独立国家になってます。その中でウクライナからだと、そのモルドバ共和国を経由するものがあります。そうするとモルドバはそれらの彼らのね、独立を認めてませんので、その中でね、そのままドニエストル共和国経由で入ると、モルドバは全くスタンプを押してもらいました。入国ね、スタンプ。なのでそこがやっぱりしっかりとそこはしないといけないので、ドニエストル共和国経由じゃダメです。まあそれに関しては結局ね、大使館の資料に聞いて、ついてきてもらったんだけど、結局それで申請する場所行って、無料でね、何もお金取らずにスタンプもらいましたけど、あとは自分も一回やったことがあります。これパラグアイからブラジルに入るときもそうだったんです。パラグアイがブラジルに入るときも、入国審査のところが結局寄らないといけないんだけど、そのままバスって行っちゃうこと多いんですね。これなぜかって、ブラジルとパラグアイとかだったらあんまりビザ必要ないのでね、入国がそのままね、スタンプっていうかいらなく入れたりしてたかな。だからそれなんでバスはそのまま行っちゃうんですね。だからブラジルの人が帰る場合だったら大丈夫だったのか。だからほとんどそこに乗ってた人はブラジルの人だったんで、結局止まらずにね行ってしまって、スタンプを押してもらえなかったんで、次の日にその国境地帯まで再び売却で行って、ブラジル側の、ね、ホストイギリスでね、スタンプを押してもらったっていう事例があります。だからスタンプの押し忘れってことがありますので、そういったところも今やったところでね、やっぱり十分注意していかないといけないかなと思います。ということで、今回、入国に関わる問題ということで、スタンプに関してね、この国のスタンプがあったらこっちに入れないとかあって、こっちからこっちだったら大丈夫、ね、あとは入国スタンプが押してもらえないところもあったりするということで、それに関しての注意点ということで述べさせていただきました。皆さんもね、何かわからないことがあれば、このような形で海外のことやら、旅行の頃に関しても回答させていただきますので、質問いただければと思います。チャンネル登録いただいてない方はね、チャンネル登録いただければと思います。どうぞよろしくお願いいたします。